それでは安城市の皆さん、まだまだ寒い日続きますので、アリアランド一緒にジャンピングしていきましょう。ファンタジーモード、この日は秘密の日になった。
Yeah.
雪で降る街。
ありがとうございます。
23歳です。なのでみんな20代です。そう、20代です。あ、じゃあ何言っても大丈夫だし、何言っても大丈夫。ダメです。そんなに年が近いと思ってなかった。私もなかなかもういなくないですか。いなくないですよ。ツイッター拝見した時に、うわ絶対年下やと思って、なんか年下やと思ってた。絶対高校生とかだって、ちょっとビビってたんですけど、まさかの近かった。同世代、同世代だった。皆さん同世代ね。懐かしさとかもできそうで嬉しい。確かに話したい。話したいね。キラリンレボリューションの話したい。お客さん置いてけぼりまで。知ってる人は知ってるか。あ、じゃあ心は20代だね、みんな。20代だね。心少年の人も置いたもん。あ、そうですね、心はずっと永遠の少年ですね。はい、ということでね、アンジョーにはまだ来たことないということだったんですけど、はい、次来るときはね、プライベートでもぜひ遊びに来てください。ぜひ行きたいです。美味しいものを食べたいですね。北京飯、すごいおすすめされたんですけど、で、北京飯の歌があるってお聞きしたんですよ。そうなんですよ、歌わせていただいて。すごい、回しもんだ。北京飯の回しもんだ。ぜひ食べに来てください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、悲しすぎちゃった。ありがとうございました。裏でもたくさん話したね。写真撮れたって。あ、あった。忘れてた。見忘れてた。写真、これはお客さんが写る感じですか？写らない。お客さんにとっては。なるほど。でもめっちゃ可愛いポーズしないの。可愛いの。なんかポーズ、お決まりのポーズみたいなのってあったりするんですか？ないんです。ないんですよ。え、ありますか？はい。看板娘の今月のポーズが。方向から撮りますか。じゃあ、あちらから撮ります。じゃあ次、真ん中で。じゃあ次、右側で。